はい、どうもこんにちは。ボクくんゲームでございます。ということでね、今回の動画は、ガチャっすね。ガチャガチャ、久々のガチャガチャ、久々のガチャ動画っすね。最近あんま GP がちょっと貯めれなくて、時間があんまなくて、なんでちょっとあれだったんですけど、まあまあシムコンペとかあったんでね、ちょっとね、たまったんでね、5回分ね、引いていこうと思います。で、狙いはやっぱりジェロンボアティングですね。やっぱりもうボアティングかクリバリっすね。ボアティングマジ強いが、ほんとボアティング身長高いしね。とクリバリですね。83ぐらいだっけ、2か、83だね。クリバリとボアティングですね、狙いは。本当にいやマジ強いんでね、クリバリは。クリバリボアティングを狙います。いや、もうボアティング、クリバリ獲得への道だね、これも。カーディフへの道、ウィレ世界、公式世界大会みたいな感じで、ウィレ公式世界大会、カーディフへの道、ロードトゥーカーディフ、ね、俺、ロードトゥーボアティングクリバリだから、やっぱり、それをね、狙っていくために、もうね、トップエージェントでちょっと当てていきます。やっぱ持ってる人いるんでね、ボアティング。やっぱ当てたいね、ガチャで。もうね、やっぱボアティング一択だから。クリバリかボアティング。頼みまーす。オッケー、クリバリ来い。クリバリ。いやー、引かねえか。おお、ウンティティ来た。ウンティティいいね。で、ウンティティ結構強いんだよ。それがまた。結構使いやすいんだよね。確かね、なんか普通にバルサで使ってるの強かった。いや、いいよ、めっちゃ。やったぜ。いや、ウンティティいいぞ、マジで。センターバック補強できるわ、これ。で、今回、まあ、引くもう一つの理由としては、まあ、ボアテンクリバリ狙いっていうのはあるんですけど、経験値2倍なんで、まあまあ、銀の選手とか来れば、まあ、センターバックにね、能力アップ。そしてね、食べさせること。オッケー、来た、クリバリ来い。金いいね。いやー、でかいけど。ギャリー・ケーヒル、俺なんか前っていうか、俺なんか持ってたけど放出したのかな。放出したんだっけ。でっかいな、ギャリー・ケーヒル。ケーヒル、でっかい。メンバーですね。あれ、も放出したんだっけ。ちょっとわかんないな。3回ですね。ちょっと気合い込めていこう。ほうほう。あ、ちょっと待って。なんか歌うと思ったんですけど、歌おうと思ったんですけど、ちょっと思いつかないんで。ここ。いやー、来ないか、銀か。まあまあまあ、そうっすよね。85%ぐらい銀なんでね。80%ぐらい。いや、これは？グリゴーレ。ドラクエにいそうだね、グリゴーレ。グリゴーレ、未所属。未所属っすね。ボアテングください。クリバリもついでにください。ボアテング当たる。クリバリください。くそー、引かねえ。モンレアル。モンレアル。アーセナルだよね。モンレアル、足そんな速くないんだ。でも、アーセナルの選手はいいね。マリシャママか。ピンポイントクロス持ってたらね、結構良かったかもしれない。いやー、どうしよう、これ。まあ、確かに、アーセナルなんで、まあ、でもな。ああ、まあ、でも、ディフェンス、まあまあまあ、入れときましょう。ラストですね。やっぱむずいか。こんだけ選手いるもんな、だって。さすがに、そう簡単には来てくれないか。カリドゥ・クリバリ。
もうこの選手来たらマジで最高なんだけど。カリドゥカリドゥ謎の歌謎の歌カリドゥクリバリ来てください。パップスアレ、いや誰だスアレスみたいな人、いやこれはちょっとあかんですね。ということでね、まあまあでもウムティティ来たんで、ウムティティまあ悪くないですね。しかも銀3体だったんで、もう確率的にはね結構いけたんじゃないでしょうか。ということでまあこれからもねまた JB 貯めてボアティングクリバリ獲得への道ガチャ引いていこうと思うんでね、ぜひ皆さん、ご視聴して、一緒に、ガチャをね楽しんでくださいということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。ごちそうさまでした。失礼します。